ボトムラインは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市、クリニッジビレッジにあった、ライブハウス。1974年2月12日にオープン。住所は、ニューヨーク市マンハッタン区西4丁目15号。過去には、ブルース・スプリングスティーン、スティービー・ワンダー、マイルス・デイビスなど、世界のエンターテインメントの中心、NY ならではの有名アーティストが数多くブッキング。 された歴史を持つ老舗のエンターテインメントクラブ。日本では1979年11月6日にイエローマジックオーケストラがワールドツアーのライブを行ったことでも有名である。クリニッビレッジのニューヨーク大学が所有する4丁目に位置したが2001年の9.11アメリカ同時多発テロ事件で強制的に立ち入り禁止区域となった。その措置期間中、 すべてのライブが中止となる。オープンからおよそ30年経った2003年に閉館の危機に立たされ、ついに2004年1月に30周年記念イベントで閉館された。現在はニューヨーク大学の一室として使用されている。ボトムラインのサイトによると、再オープンに向け新たな店舗候補地を探している模様である。名古屋市のボトムライン日本では、愛知県名古屋市に、 唯一のライセンス契約店の同名ライブハウスがあり、こちらは株式会社ボトムラインジャパンによって運営されている。ありがとうございます。